このジョバンニの島は銀河鉄道の夜を心の友として必死に生きている兄弟の姿にとても心を打たれました。私たち戦争を知らない世代はこういう映画を通して本当の平和の意味を知っていくのだと思います。ふるさとを遠く離れ帰った。早く大好きな人に命を懸けて会いに行かなければいけないようなそんな事態を招く戦争というのは絶対やっちゃいけないんだなとこの映画を見て強く感じました。私自身も子供がいるんですけれども、どんな形で伝えられるかわからないんですけれども、伝えていけたらいいなとそんな風に思わされる映画でした。私も子を持つ親としてなんだかこう重ね合わせて見てるようなところもあったんですが、忘れてはいけない歴史の一コマだと感じました。僕、種のうちの子になっちゃおうかな。え？じゃあ僕の嫁さんにする。大切な人を思う気持ち、大切な人を愛する気持ち、まっすぐで一生懸命な兄弟の姿にとても感動しました。どの世代の方が見ても感動して涙してしまうような、そんな素敵な作品だと思います。こういう悲劇がたくさんあったんだなと思いながらこの映画を見させていただきました。戦争を知らない世代、そして、当たり前ですけども私の子供も戦争を知らない世代なので、本当にこの映画を改めて自分も見れてよかったなと思いますし、子供の世代にももちろん伝えていきたいなと思うので、たくさんの方にジョバンニの島、見ていただきたいです。強い絆、そしてあの当時の子供たちの精神力の強さ、そういうものをすごく私は感じました。戦争で経験した辛さや悲しさや苦しみや、そういった思いを抱えながら今も生きていらっしゃる方がいるんだなって思うと、どんなに辛いことがあっても決して自ら命を絶ってはいけないんだなって改めて思いました。子供たちが大きくなった時に見せてあげた映画だね、未来の人たちにも見せてあげたい、そんな映画だと思いました。本当だよ、早く乗れ、待って、ジョバンニ。私今息子が2歳で、いますので、父親と息子、家族の絆みたいなものものすごく感じまして、また銀河鉄道の夜ももう一回読みたいと思います。直接戦争のお話を聞くことが難しくなった私たち若い世代にこそ見てほしい作品です。タッチがコロコロ変わる映像もとても素晴らしいので、ぜひ劇場でご覧ください。大変な状況の中でも誰も恨まず手と手を取り合っているところにとっても感動しちゃいました。ぜひ寂しい心も癒されると思うので見てみてください。命を粗末にしてはいけない。嫌です。タトさんの役に立てるのが幸せなんです。辛い思い、それだけではなくて人と人の、心の通じ合い、そういったものを日本側からだけではなくて、いろいろな国の、人たちを通してまた改めて考えることができました。本当に素晴らしい映画でした。現代社会が失ってしまったもののほとんどが詰まってるんじゃないかと思いました。ぜひご覧ください。早い、すっごい、親子の絆、兄弟の絆、友情など今の日本にとって大切な絆を感じたくさん涙しました。今ある普通のこと、両親にすぐ会えるだったりとか、日本のどこにでも行けるとか、普通のことがとても幸せなんだなっていうのを再実感して、今思い出すだけでもちょっと涙が出てくるぐらい感動しました。